米国のニューヨークにあるマウント・サイ・ナイ・ベス・イスラエル病院で勤務をしている原田幸と申します。本日は J ・オスラ攻略のコツについてお話をさせていただきます。まず私の自己紹介なんですけれども、名前を原田幸と申します。えー、卒業年数でいうと日本では今7年目で、今現在アメリカで働いているんですけれども、アメリカでは卒業2年目という扱いになります。専門は総合内科ということになります。えっと、経歴なんですけれども 岡山で生まれ育って大学も岡山大学に入学し、初期研修は岡山大学病院で行いました。その後3年間、内科専攻医プログラムに所属して、これも大学病院の総合内科のプログラムに所属しています。その中で1年間、市中病院でローテーションをし、また大学にいる間に医学博士号も取得しております。長年の夢で、えっと、アメリカで臨床医をしたいということがありましたので、2021年から 米国のニューヨークにあるマウント・サイナイ・ベス・イスラエル病院というところで内科レジデントをしていて現在、内科レジデント2年目ということになります。で、この私がどういうふうにこの新内科専門医制度と関わっているかというふうに言いますと、この新しい内科専門医制度がですね、2018年から始まったんですね。で、これは現在でいうと卒業7年目の世代で、私自身がまさにその 新しい内科専門医制度が始まった第一世代ということで、まあ、いろんな混乱を経験したということがありますで。この新しい内科専門医制度はどういう制度かというと、基本的には3年間のプログラムで、初期研修と同様にいろんな病院のプログラムに所属してローテーションを行うというものです。でこの内科専門医を取ろうとする人たちのことを先行医というふうに呼ぶんですけれども、私はこの j o s l a 内科専門医制度の新しい内科専門医制度の第一世代ということで、